はい、これからですね、今まさら聞けないモンスター賃借人の対処法、民事訴訟実務を踏まえてということで、坂、え、東、ー、総合法律事務所の弁護士、萩生田がですね講演させていただけたらと思います。まず第1部で、ですね当事務所の簡単なご紹介をさせていただいて、第2部で実際にですね事例に基づいて、実務のお話ができたらなと思っております。 それでは第1部、まず事務所紹介をさせていただきます、えー。当事務所はですね、東京都中央区銀座の2丁目にありまして、えー、代表弁護士がですね、坂東四郎というものが、えー、設立した事務所でございます。えー、2番目に事務所遠隔です。えー、銀座で,です、ね、45年以上、えー、今経営しておりまして、えー、昭和50年にまず設立いたしました。 でその後、ですね事務所移転を3回ほどあったんですけれども、えー、中央区銀座二2丁目付近でですね、えー、事務所を移転しておりまして、えー、平成24年6月にですね、えー、今の所在地に事務所移転しております。当事務所のですね所属弁護士は18名でして、えー、公立事務所の中では中規模ぐらいの、えー、事務所かなと思います。具体的な当事務所が担当している業務内容です。 1、えー、一番目にです、ね、損害賠償案件等とあるんですけれども、えー、当事務所の顧問先にはです、ね、保険会社がありまして、えー、そういったところから依頼を受けて、例えば交通事故の損害賠償案件とかを担当しております。で、2番目にです、ね、不動産関係案件を担当しております。これはですね、顧問先にです、ねえー、上場企業を含む不動産会社、またはですね、宅建協会、またはその管理 会社ですね不動産管理会社が顧問先におりますのです、そういった会社からですね、えー、これから説明します、明け渡し訴訟とか、ですね、えー、賃貸借契約書のリーガルチェック、その他ですね相談を、えー、受けております。えー、損害賠償案件と不動産関係案件以外にもですね会社ホームや労働ホーム、親族相続法法務全般なども手掛けております。 昨今はですねこの親族相続法務全般というこの分野がですね依頼が増えておりまして具体的にはですね、えー、相続人間で遺産分割を揉めたりしてですねそういった方々たちからですね依頼を受けて、えー、紛争の処理を担当しております、えー、それではですね、えー、と事務所紹介はこれぐらいにしてですね第2部ということでモンスター賃借人の対処法を、えー、講演させていただきます まず第一にですね、えー、具体的にモンスター賃借人の具体例をいくつかご紹介した後にですね、そういったモンスター賃借人をどのような手続きでですね、えー、排除していくか、まあ、出ていってもらうかということで、第二で民事訴訟の実務をご説明します。その後ですね、民事訴訟で仮に勝訴したとしてもですね、えー、後ほどご説明しますけども、賃借人は任意に出てきてくれないことがあります。そういった場合に備えてですね、えー、民事訴訟で勝った判決、 分に基づいてですね強制執行手続きというのをする必要があります第3でこの手続きのご説明します第4ですねまとめということで総論をあのまとめをさせていただきますそれでは実際にですね第1モンスター賃借人の具体例をご説明します括弧1がですね賃,、えー、賃料滞納ケースですねで2番目に迷惑行為ケースで括弧3にその他のケースということでご紹介いたします まず一番目の賃料滞納ケースですこれはです、ね、賃料額が賃借人の収入に見合っておらず、まあ、そもそも賃料が支払われないケースであったりとかです、ねえー、多重債務者や生活保護受給者などです、ね、賃料の支払いまで手が回っていないケースなどがあります実務上で,です、ね、私の肌感覚ではです、ねえー、オーナー様から受ける賃借人とのトラブル案件のうちです、ね、この賃料滞納案件、滞、ま、納、あ、ケースです、ね、これが9割程度かなといった印象を受けております 続きまして2番目がですね、迷惑行為ケースです。まあ、迷惑行為ケースといっても、ですね、もうざったいろんなあ案件があるんですけども、その中でもですね、まあ、実際に裁判沙汰になったりとかしたケースをですね、いくつかご紹介させていただきます。まず1番目にですね、深夜の怒号罵声事案ですね。えー、これはですね、深夜から明け方にかけて、ですね、怒号、これ、具体的にはですね、理由もなく、まあ、バカモン、バカモンという、大声で言い続けたり、ですね、えー、アパート住民に対する罵声を浴びせかけた。 っていう賃借人がいたケースです。この事案についてはですね。東京地方裁判所の平成17年2月28日判決というのも出ておりまして、オーナーから賃借人に対する賃貸借契約の解除が認められております。え、2番目がですね。ペットの飼育案件です、えー、そのうち1つ目がですね。マンション内で猫の飼育、えー、またはですね。マンション1階の駐車場付近でですね、えー、野良猫に餌を与えたケースです。 これもですね、具体的に東京地方裁判所の、えー、事案でして、えー、解除が認められました2番目は、ね、フェネックギツネの飼育事案でございますこの1番と2番ですけどもいずれもですね、オーナーと賃借人との間ではですね、賃貸者契約に加えてですね、ペット飼育禁止特約というのを締結されていましたその締結要するにも特約をです、ね、特約違反があったということで賃貸者契約の解除が認められたという事案でございます 3番目がですね、ゴミ屋敷事案ですね。これはですね、室内に社会常識の範囲を超える、えは、ー、るかに超えるですね、多量のゴミを放置した事案です。これもですね、鎮借者,者契約解除、鎮、え、借、ー、者,者契約が解除されているんですけども、実際に私が、えー、依頼を受けた事案でもですね、えー、室内の天井付近までゴミを溜めていた賃借人とのトラブル事案がありました。 えー、こ,れもこれはですね、賃借人に対して、えー、オーナーから賃借人に対して、ですね建物の明け渡し請求訴訟を提起して、ですね無事、明け渡しが成功したことがあります。こういったゴミ屋敷事案もですね、あのー、意外とあるという印象を受けております。続いてがですねその他ということで、ですね、えー、孤独死、長期不在、暴力団事務所という3点を挙げさせていただきました。 昨今増えているののがですね、この孤独死事事案案、ですね、えー。こういった事案孤独死があるとですね、遺体の,あの不乱が進んでですね、えー、建物の汚損は甚大となりますで。現状回復費用も高額となりましてこれは大体です、ねえー、オーナー様が負担することが多いということですよね。で、賃借人はもう亡くなっておりますので賃借人の相続人にあの請求することもできなくはないんですけども例えばそういう相続人がですね、相続放棄した場合には。 事実を請求が困難となりますのでその場合にはオーナー負担になってしまうという事案ですこれも私は実際事例がありまして当初オーナーからです、ね、賃料を滞納している賃借人がいるのでこの人に対して建物を明け渡し請求をしてほしいと依頼を受けた事案がありましたで手続きを進めていたんですけどね、えー、建物の電気メーターは止まっていて、えー、夏頃だったんですけども、えー、部屋からです、ね、異臭が漂ってきたという事案がありました そこで,です、ね、急いで、えー、オーナーさんを介してです、ね、警察を呼んだところで、えー、中に入ったところです、ね、賃借人がベッドで亡くなっていたという事案がありました。その実際の事案もです、ねえー、この現状回復費用で,です、ね、200万から300万かかったというふうに記憶しております。えー、2番目がです、ね、長期不在ケースです、夜逃げパターンですね、えー。夜逃げしたことによってです、ね、も建物は長期間不在状態になりまして誰も使用しないことになります。 建物を使用しないことによって傷みますので、えー、劣化損傷するとただですねオーナーは賃借人に対して賃貸者契約に基づいて建物を引き渡している以上ですね、えー、勝手に無断で、えー、鍵を開けてですね建物に立ち入ることができないという事案でございますこういった事案もですね厄介なケースかなと思います、えー、3番目がですね暴力団事務所として利用されているケースですねこれも賃貸者契約時点では気づかなかったんですけども後ほどこういった暴力団事務所に使われているという事案が えー、あ事情がですね発覚するというケースがございます。それはではすね、えっ、ー、とこういったモンスター賃借人に対してですね、どのような手続きで、えー、民事訴訟を進めていくか、どのような手続きでですね、あの法的に正当な理由を基づいて、えー、明け渡しを求めていくのかということについて手続きのご説明をいたします。まず法的手続きの内容です。一番目はですね賃料滞納ケース。 に至ってはですね、1つ目の賃料請求訴訟、これはですね、未払い賃料について請求するという単純な訴訟ですね。で2番目がですね、賃料不払いを理由に賃貸者契約を解除して明け渡しを求める建物明け渡し請求訴訟となります。でこの括弧1と括弧2の両方を同時にですね、提起することもあります。2番目がですね、迷惑行為ケースに関しては、迷惑行為を理由にです、ね、賃貸者契約を解除して明け渡しを求める建物 明け渡し請求訴訟を提起すすることになりますでもね、ここで考えてみると、そもそもなぜ訴訟などの法的手続きが必要なのかという疑問があるかと思います。明らかにです、ね、賃,貸賃借人はです、ね、賃料を滞納していることはあの明白ですので、賃貸人としては無断で,です、ね、賃借人の部屋を入ってです、ね、すべての荷物を処分して、鍵を取り替えてえ、部屋の明け渡しを実現できないかといった疑問点があります。 これについてはですね、日本法においてはですね、自力救済の禁止という原則がございます。これは何かと言いますとね、権利を侵害された者が訴訟などの法的手続きを利用せずに、えー、自らの実力で権利回復をすることは禁止されています。この自力救済の禁止に違反してですね、こういった、えー、建物に侵入したり、えー、動産を処分してしまうとですね、民事法上の不法行為や、えー、刑事上の器物損壊罪や住居侵入罪に該当するおそれがあります。 なので、これは絶対やってはいけないといわれております。それではです、ね、具体的な民事訴訟手続きの流れをご説明します。まず、一つ目の賃料請求訴訟です。えー、オーナー様がです、ね、弁護士へまず依頼します。でする、ね、と、弁護士としてはです、ねまあ、速やかに賃借人に対してです、ねえー、第二弁護士免疫で賃料を支払いなさいという催告書を送付します。 その催告書がです、ね、相手方、賃借人に届いてです、ね、賃借人から分割弁済の申し出等があった場合には、オーナー様の了解を得てです、ね、分割弁済の契約等を締結いたします。一方で,です、ね、催告書が届いた後も何ら反応がない場合とか、催、えー、告書の受領法を拒否する場合がございます。その場合にはです、ね、賃借人からの任意の弁済は期待できないため、えー、法的手続きに移行せざるを得なくなります。 賃料請求訴訟の法的手続きに移行した場合にですね、えー、2つ方法がございます。まず1つはですね、通常訴訟といって裁判所に訴訟を求める手続きでございます。2番目にですね、えー、同じく裁判所に求める手続きであるんですけども、支払い督促手続きというものがございます。これ、支払い督促手続きではですね、えー、書面のみで行う簡易な裁判手続きと言われておりまして、被告となる賃借人からですね、異議があると通常訴訟に左側に移行することになります。 そのためですね被告となる賃借人が滞納、えー、の事実を争うことが見込まれる場合には最初から左側の通道訴訟を提起することが多いです、えー、通道訴訟を提起してですね訴訟手続きが進んでいくんですけども、えー、和解ですね訴訟途中にですね賃借人の方から分割弁済する和解の申し出等があればですねオーナー様の了解を得て和解する可能性があります一方でそういったお話が出ずに、えー 出ない場合にはです、ね、判決に至ることになります判決が出てですね、えー、それで賃借人が素直に払ってくればいいんですけども、えー、なお支払いがない場合がございますそういった場合にはです、ね、賃借人の勤務先等を調べてその勤務先に対してです、ね、給与の差し押さえ等の強制執行手続きを検討することになりますただ実際はです、ね、そういった賃借人の勤務先とかが判明しないことが多くです、ねえー、それ以外の例えば動産不動産などの賃借人 が持っている差し押さえできる財産が判明,判明していないことが多いので、えー、現実には調査が困難である場合が多いことになります。2つ目がです、ねえー、建物空発請求訴訟の手続きの流れとなります。えー、弁護士に依頼された、ねえー、弁護士としては速やかに賃借人に対して代理人弁護士名義で解除通知書を送付します。これによってです、ね、賃借者契約が解除されることになります。 その後です、ね、賃借人から分割弁済による契約継続等の申し出があった場合には先ほどと同じようにオーナー様の了解を得て分割弁済の契約等を締結することになります一方で,です、ね、解除通知書が届いているにもかかわらず何ら反応がない場合や解除通知書の受領をそもそも拒否した場合には任意の明け渡しが期待できないため法的手続きとなる建物明け渡請求訴訟に移行することになります 建物明け渡し請求訴訟を提起した後、えー、訴訟手続きが進みますけどもその訴訟途中にですね賃借人から分割弁済や任意の退去等を前提する和解の申し出があれば、えー、オーナー様の了解を得て和解する可能性がありますそういった申し出がない場合にはですね判決が出て、えー、出ることになるんですけども判決後、えー、賃借人がですね任意に明け渡しをしない場合には明け渡しの強制執行手続きに移行することになります これでざっとですね、えー、と民事訴訟の手続きをご説明したんですけども、そもそも建物明け渡し請求訴訟が認められるための要件というものがございます。これは2つありまして、1つ目はです、ね、賃借人が債務不履行、要するにまあ約束違反を犯しているということですね。えー、先ほどもご説明したとおり、賃料滞納ケースであれば、本来であれば賃料を払わないといけないのにそれを払っていないといったケースです。 で2番目は、ですね迷惑行為ですね、えー。本来であれば迷惑行為はせずに、です、ね、きれいに建物を使用しないといけないにもかかわらず、えー、通常考えられる、えー、範囲を逸脱したらですね例えばゴミを放置したとか、いった行為では、えー、こういった迷惑行為、要するに債務不履行に該当することになります。そのほかにも、ですね、えー、無断転退や無断賃借権の譲渡といったケースもございます。 こういった債務不履行があれば、えー、建物明け渡し請求が認められるかといったらそうではないんですね。えー、2つ目の要件として、信頼関係破壊という考え方があります。では、この信頼関係破壊とは何ぞやという話になります。これはですね、えー、賃借人保護の概念と言われております。えー、オーナーと賃借人とのこの当事者間の高度な信頼関係を基礎とするですね、継続的契約である、えー、賃借契約においてですね、 信頼関係を破壊したと評価できるほどの債務不履行が必要と言われていますこれ反対に解釈すればですね信頼関係を破壊したとかで言えない債務不履行だと建物の空き渡し請求は認められず消除できないことになります例えばゴミの量もですね、えー、天井にまで達するほどのゴミを放置していれば信頼関係破壊という事情までいけるとは思うんですけども単純にちょっとしたゴミを放置しているぐらいのレベルだと信頼関係破壊の要素がないということで 債務不履行自体はあるのかもしれないけれども、ここの要件が欠けるということで、えー、明け渡し請求が認められないといった事案もございます。えー、これまとめますと、1番目ですね、えー、賃料滞納ケースに至っては、ですね裁判実務上だと3ヶ月以上の滞納があれば、信頼関係破壊が肯定されるケース、破壊,される破壊が肯定されております。えー、2番目ですね、迷惑行為の中でも、同行いった迷惑行為であれば、信頼関係破壊が肯定されるということになります。 では、このように民事訴訟を提起した後ですね。勝訴までの期間を簡単にご説明します。まず、訴訟を提起後から第1回期日まではですね。1ヶ月から2ヶ月程度かかります。これは裁判所がですね。原告となるオーナー様から訴状を受け付けてから、賃借人に対して訴状を送達することになります。これはですね。ええー、と訴状はですね。オーナーから賃借人に直接送るのではなくっ裁判所から賃借人に対して送ることになります。 そうするとですね、賃借人が速やかに訴,訟訴状を受領すればですね、えー、その受領してから1ヶ月程度先に第1回期日が設定されることになります。一方でですね、賃借人が訴状を受領しない場合にはですね、さまざまな送達方法、具体的にはです、ね、平日ではなくて休日送達を試みるとか、えー、就業先が上かっていれば就業先送達を試みる、それ、あの就業先すら分からなかった不郵便送達とか工事送達といったさまざまな送達方法があります。 こういった方法を駆使してです、ね、無事、えー、訴状が、えー、育たされた場合にはです、ね、2ヶ月程度先に第1回期日が設定されることになります。その設定された第1回期日から勝訴、ねえー、判決までは1ヶ月程度となります。賃借人がです、ね、反論書面を提出せず、かつ,かつ第1回期日に不出廷の場合には、えー、欠席判決といって、えー、オーナーが求めた、えー、請求内容はそのまま認められるということになります。 これは1ヶ月弱を置いて、勝、え、訴、ー、判決が出ることになります。一方ですね、陳謝人がこう粘ってきて、ですね、反論書面を提出してきたりとか、もしくはですね、第1回期日に出てきた場合、その場合にはですね、第2回期日が設定される可能性がありまして、えー、第2回期日においてですね、和解の申し、あ和,解和解内容を検討したりですね、えー、裁判所のお話を聞きながら和解協議をしたりすることになります。その場合にはですね、第2回期日が設定されたことによって、勝訴判決までさらに1ヶ月以上伸びることになります。 具体的なです、ね、訴訟手続き費用をご説明します訴訟定期にです、ね、必要な実費はです、ね、1番目、まず裁判所手数料があります。これはです、ねえー、実際の,その明け渡しを求める建物、えー、の室内です、ね、の固定資産評価額を基礎として算出されます。大体いい3万円から5万円程度となります。2番目にです、ね、被告となる賃借人に対して訴状を郵送しないといけないのでこの郵便切手等が1万円程度かかります。 3番目にですね、必要書類、取得費用として、この建物の登記簿や、えー、固定資産税評価証明書、公的な書類ですね、これの取り付け費用、またや弁護士の交通費とかですね、これが1万円程度かかりますで。2番目に弁護士費用、当事務所の場合をご説明いたします。賃料請求書書の場合には、ですね、弁護士費用はですね、実際に回収した額の15%をいただいております。なので、えー、反対に言えばですね、回収できなかった場合には弁護士費用はいただいておりません。0円となります。 建物の明け渡し請求訴訟に関しては、えー、着手金ということで、えーと、事案を受任した時点で,です、ね、10万円をお支払いいただいて、2番目に無事明け渡しが完了した場合には、成功報酬として10万円をいただいております。でこれまで,です、ね、ざっと民事訴訟の手続きをご説明しましたけれども、この民事訴訟で勝訴、えー、判決してもです、ね、任意に賃借人が明け渡さない場合に備えてです、ね、強制執行手続きというのがございます。 でこの強制執行手続きの流れをご説明いたしますまず1番目にですね建物の明け渡し請求訴訟が勝訴しましただけれども賃借人が任意に明け渡さないということがございますこれはですね判決を取得してもですねそれだけで勝手にです、ね、賃借人の部屋に入ったりですね、えー、で荷物を運び出したりとか鍵を変えることはできませんこれは先ほど申し上げたとおり自粛救済が禁止されているためです その自力救済が禁止されているために、ですね、えー、明け渡しの強制執行手続きを申し立てる必要があります。その手続きを申し立ててから、ですね、2週間程度で裁判所執行官による強制執行実施予定日、これは断行期日といわれるんですけども、それの催告というものが出されます。これ、具体的にですね、執行官と立ち会いに運送業者等がですね、えー、と物件を訪れます。それで、ですね、賃借人が不在の場合でも、強制的に鍵を開けて立ち入ることになります。 そして部屋の中の動産の量とかですねチェックして実際に明け渡し作業を行った場合にかかる費用の見積もりを行います一方でですね賃借人がいればですね任意で明け渡しを依頼することになり、えー、またはですねその強制執行期日を記載した催告書というのをですね物件の壁に貼り付けていきますそういった催告をした後にですね断行期日までに賃借人から任意の明け渡しがあれば え強制執行手続きの取り下げを行うことになります一方でですね再告後もなお明け渡しがない場合には明け渡しの強制執行実施これが断行と呼ばれますこれを実施することになります断行日にはですね執行官らが物件に行き作業員が荷物を運び出しますで強制的に明け渡しを実施することになりますこの荷物の運び出しにかかる作業費やトラックの手配の費用等はオーナー負担となります 2番目に、えー、では結局、えー、民事訴訟を提起してから明け渡しが完了するまでどれぐらい期間かかるかということをご説明します。先ほど申し上げたとおりです、ね、民事訴訟手続き期間はです、ね、訴訟起行為が勝訴まで早くて2ヶ月から3ヶ月程度かなと思っております。これはです、ね、あのうまくいった場合でして、すんなりいった場合なんですけれども、 相手方がです、ねえー、争ってきたりとか、こう期日に出廷してきた場合には、第2回期日が設定されることになるので、ここから1か月ごとぐらいに伸びることになります。2番目がです、ね、強制執行手続き期間です。これは訴訟、えー、訴訟、勝訴後から明け渡し完了までの期間でして、えー、大体3か月程度となります。以上を踏まえると、弁護士に依頼してから明け渡しが完了するまでに、すんなりいけば半年程度かかることになります。 それでではすね、強制執行手続きの具体的な手続きの費用をご説明します。この強制執行手続きにかかる費用はですね、実費となります。まず1番目がですね、裁判所予納金といいまして、えー、手続きの申し立て後にですね、裁判所に対して6万5千円、これは東京地方裁判所の場合です。この金額をですね、予納する必要があります。また、ですね、動産の競売を行う場合、えー、賃借人がですね、持っていた動産の競売を実施したいということであれば、これに加えてです、ね、2万5000円かかることになります。 の立ち会い費用です。これはですね、民事執行法上ですね、必要となる承認的立場としてね、執行立ち会人という方にですね、依頼する必要があります。この方に対する費用として2万円から3万円かかります。またですね、鍵をかけられていたです、ね、建物に立ち入ることができないといった場合に備えてです、ね、鍵屋の費用を、えー、鍵屋に頼んでおくこことになりますこれもです、ね、2万円から3万円円かかから3ることになります。 最後に、ですね。えー、実際に建物の中のに放置されているです、ね、動産を運搬したり、ですね、保管、廃棄等にかかる費用ですね。これはですね、1K や 1DK の建物でもですね、約50万から100万円かかると言われております。もちろん、です、ね、1DK 以上の広さの建物については、これ以上の金額がかかることになります。第4でまとめに入ります。 まず1番目,目ですけども、えー、結局です、ね、明け渡し手続き費用というのはです、ね、高額になります。まとめますと、民事訴訟手続きについてはです、ね、弁護士費用を含めて30万円程度、えー、それに加えてです、ね、強制執行手続きを行う場合には少なくとも50万前後、場合によっては100万円程度かかることになります。こういった弁護士に依頼してです、ね、法的な明け渡し手続き費用を行いたいとなった場合にはです、ね、高額になることを頭に入れておく必要があります。 こういった費用が高額になることとですね、えー、明け渡しを求めて、すんなり言ってもですね、半年間かかることになりますので、結局何が重要かというと、オーナー様におかれましては、迅速な対応を行うことが必須となります。先ほど申し上げたとおりですね、建物明け渡し請求訴訟を承訴しても、賃借には任意に明け渡さない場合が多いです。またですね、訴訟を提起した後も、なお賃料を滞納していくケースが多いです。それに加えてです、ね、執行手続き費用も高額になります。 結局、滞納状態を放置することで損害、オーナー様の損害をです、ね、拡大するはめになります。実際のケースでもです、ね、3年以上、えー、賃料滞納状態を放置してから弁護士に依頼されるケースも,ケースもありました。え賃借人が滞納、ねえー、を始めた後、と気づいた段階で,です、ね、即時に催告することが重要になるかなと思います。3番目です、ね、連帯保証人の重要性です。 結局ですね、滞納するということはですね、賃借人としてはまあお金払えないわけですよね。なので、お金払えない人から払ってくださいと言ってももう期待できないので、えー、そういった賃借人からではなくてですね、支払い能力があるものから回収するということが、えー、一番早い手続きかなと思っております。そういったことをですね、できるようにするために、えー、賃借者契約の締結時にはですね、家賃保証会社や、えー、賃借人親族などの連帯保証人の覚悟が必須となります。 こういった賃家賃保証会社や賃借人の親族であれば支払い能力がですね賃借人よりかは期待できると思いますね。こういった人から回収を図っていくということが必要になるかと思います。はい、私からの発表は以上となります。えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。えー、またご不明点ご質,問ご質問等などがございましたら、えー、下記までご連絡いただけたらと思います。えー、ありがとうございました。